ひき肉に混ぜるだけ。味付け簡単、モランボン手作り餃子の素。材料はこちら。まずひき肉によく振った手作り餃子の素を加え、粘りが出るまでよく練り合わせます。野菜を入れる前にひき肉に味をつけることで水っぽくなりませんよ。みじん切りにした野菜を加えて均一になるまで混ぜ合わせます。餃子の皮に適量を取り包みます。フライパンに油を入れ、餃子を並べて蓋をし中火で焼きます。皮の色が変わったら餃子が3分の1浸る程度にお湯を注ぎ、蓋をして強火で蒸し焼きにします。水分がなくなったら蓋を取り、餃子の上から油を少量振りかけます。パリッと焼き目がついたら出来上がり。香味野菜と鶏ガラだし、シャージャン、オイスターソースの3つの旨味を効かせたコクが味の決め手。混ぜるだけで本格的な味が楽しめるモランボン手作り餃子の素、ぜひお試しください。